玉散らし剪定とは、樹木の枝を切り、形を整えたり、風通しを良くすること、庭木の手入れとして行われる。見た目を美しくするのみでなく、養分を効率よく利用させて、成長を促進したり、病害虫の繁殖を予防する効果がある。骨格枝を明確にすることを静止と呼ぶが、一般的には、この作業を剪定と呼ぶことが多い。 ヒコバエ意味枝を処理する方法として用いられる。剪定する枝の代表としては枯れ枝、徒長枝、平行枝、下水枝、強豪枝、交差枝、病気枝、絡み合った密度の高い状態になった枝、ヒコバエなどが挙げられる。季節の変化に応じて植物の状態が変わるため、季節変化のある地域では樹種に応じて剪定に適当な時期がある。 誤った時期に行った場合、花木の蕾が切り落とされてしまって、花が咲かない、果実がならないなどの悪影響を生じ、場合によっては木が枯れる原因となる。植物の活動が低調となる冬に行うことが基本で、日本の場合には11月から2月に行われる。サツキツツジ類は開花後の5月から6月にする。ウバメガシの池垣すかし、混み合った枝は元から抜く。 三つ股の部分を二股にするなど、全体の大きさを縮めるが、枝の先端は切り戻さずに、自然樹形を維持しながら行う。夏季に行う、剪定のことを指す。6から9月に剪定を行うことで、梅や夏季などでは樹勢を低下させて、結果を良好にさせる効果を持つ。また、残った結果母枝と結果枝に日光を当て、枝を充実させる効果もある。 強剪定の場合、著しく樹勢を低下させてしまう場合がある。脇枝や葉を残しカルスが巻かれる剪定。バークリッチは傷つけないようにする。ありがとうございます。